皆さんこんにちは。猫背のアジと理学療法士の文江貴明です。1ヶ月チャレンジ2日目です。昨日の呼吸のワークはいかがだったですか？今日もですね、呼吸をしっかりと整えていきながら骨盤、背骨、そして上半身まで少しつなげていくようなワークをしていこうと思います。今日はぜひ皆さん椅子に座った状態で実施をしていただければと思います。まずしっかりと背筋を伸ばした状態でまっすぐと椅子にねかけてください。この状態から骨盤をぐーっと後ろに倒して背中を丸めていくようなワーク、そして骨盤を起こして背骨を伸ばしていくワーク、最初はこのように手で少しアシストお手伝いしてあげると動きが楽にできてくるかなと思います。ここに呼吸を合わせます。昨日やった呼吸ですね。背中を丸めるときは息を吐きましょう。そして息を吸って背筋を伸ばします。息を吐いて丸めます。息を吸って伸ばします。あと3回いきましょう。息を吐いて背中を丸めます。息を吸って背筋を伸ばします。息を吐いて吸って、ラスト1回息を吐いていきましょう。3回息を吐いて、息を吸って伸ばしていきます。 OK です。ここまでは皆さんできてますでしょうか？今度はですね、ここに手の動きというのをちょっと混ぜていこうと思います。まず背中を丸めるときはですね、一度胸の前で手を組んでいただいたら、手の甲を遠くに押し出すようにできるだけ手をぐーっと前に伸ばしてください。その時に一緒に体が前に行かないように、体は骨盤を後ろに倒して背中をぐーっと丸めるようにしていただくと、肩甲骨の内側が伸びている感覚があると思います。なら胸の前に持っていって、もう一度吸って吐きます。戻して吐きましょう。少し前から、あと2回いきましょうか。そしたら少し斜め方向に出してみましょう。反対側、吸って吐きながら斜め方向に押します。戻して反対、ラスト1回ずついきます。手を胸に引き寄せて背筋を伸ばして、反対側丸めながら手を遠くにゆっくりと伸ばして、一度手ブラブラとして、今のは曲げる方の手の動きですね。今度は逆です。背筋を伸ばしていくときに肩をですね、万歳していくような感じやっていきましょう。で、肩痛い方も中にはいらっしゃると思うので、今日は手首をね、カシッとロックした状態で万歳をしていこうと思います。万歳と同時に背筋を伸ばします。下ろしていきながら丸めて、息を吸って背筋を伸ばします。吐いて丸めます。吸って万歳、息を吐きながら手を下ろして、少し背中を伸ばして、もう一度息を吸って吐きます。あと3回いきましょう。吸って吐きます。あと2回吸って吐きます。ラスト1回吸って吐いていきましょう。はい、結構です。ではこの曲げる方と伸ばす方ですね、この2つをですね
つなげていこうと思います。まず胸の前で手をロックしていただいたら、息を吐きながら背中を丸めましょう。手はぐーっと前に押し出して、そして息を吸いながら万歳。できる方は天井に上げていきましょう。息を吐きながら前に、息を吸いながら万歳。下ろして息を吐きながら手を前に、万歳しながら息を吸って下ろして吐きながら手を真ん中にして、下ろして息を吐きます。息を吸いながら、下ろして息を吐きながら、背中を丸めて、手を丸めましょう。ラスト2回、息を吐いて、下ろして手を前に出しながら、背筋を伸ばして万歳。ゆっくりと下ろして息を吐きながら、ぐーっと前に手を押し出し、背中を丸めていきましょう。手のひらを胸に近づけて、ゆっくりと手を解放してください。手をブラブラと。1ヶ月チャレンジ2日目終了になります。今日はですね、骨盤の前傾後傾のワークにですね、背骨、上半身、そして呼吸を連動させていくようなエクササイズをご紹介しました。そして明日はですね、今度は脇ですね、体の側腹部を伸ばしていくようなストレッチメニューをご紹介しようと思いますので、ぜひ明日もですね、一緒に皆さんやっていきましょう。今日も頑張ったよという方は下のね、コメント欄にスタンプカードじゃないですけれども、頑張ったよとかやったよみたいなね、コメントを記載していただいて、ご自身の実施記録にねしていただければと思います。それではまた3日目の動画でお会いしましょう。またねー。